シュロほうきには皮巻きのほうきと鬼毛箒の2種類があるからですけど、シュロ皮のこの皮のですね、この太い繊維だけをこういうふうに取り出すがです。で、太い繊維だけを取り出してまとめたがで作ったのがこの鬼毛箒ながです。鬼毛箒はトンと押してツーッと引っ張る。トンと置いて鬼毛箒自体の重さでスーッと引っ張る。